とは今大会2得点の堂安選手ですね。あの堂安選手が言っていた非常に印象的だった言葉が、11対11ではなくて僕たちは26対11で戦っているんだと。また富安選手もですね、スタメンとサブではなくてスターターとフィニッシャーという言葉を使っていて、まさに総力戦ということで、明日のクロアチア戦、史上初のベスト8進出、新しい景色をつかむために全員で勝利をつかみに行きます。はい、なんかだんだん緊張してきますけれども、さあ日本の勝利を信じて、その方程式をですね、これから元日本代表の松井大輔さんに伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。松井さん、もちろん勝つっていう気持ちでいらっしゃいますよね。まあ、日本の皆さん絶対にやっぱ勝たないといけないと思って、はい、だから絶対勝ちます。絶対勝ちます。はい、はい、じゃあその方程式、まあ、どうやって勝つか、はい、あのお伺いしてまいりますけれども、こちらですね、ピッチに立つ先発メンバーを予想していただいたんですけれども、はい、これはどういうメンバー？宮選手も戻ってくるということで、はい、あとはこういう 5-4 のブロックを組んで、しっかりこう前半を守っていく、ゼロの時間を多くして、まさに総力戦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 。